テレト。唐辛子のバルーンが揺れる中国のイベントの会場、そこにはあふれんばかりの唐辛子。開幕式では さらにプロの歌手も、唐辛子の歌を熱唱。こちらは去年の早食い大会の様子です。秋を迎え、中国各地で唐辛子祭りが開かれています。中国の唐辛子は年間の生産額が1兆円を超える一大産業です。代表的な料理が中国の食文化、火鍋。国内に50万件を超える店舗が乱立します。火鍋に欠かせないのが大量の唐辛子。これをどんどん継ぎ足していきますが、这是五指的那种印度魔鬼辣，主要是辣味，然后，鲜味和香味的话是别的香料。日本人にはあまり知られていませんが、実は中国産の唐辛子は辛さが足りないと言われ、中国国内の火鍋の激辛を支えているのがインド産なのです。しかし、そのインド産の唐辛子に今異変が。市場の業者はある懸念を口にします。インド国内他们民族情绪跟他政府不愿意 不准出口，那我们 也进口不到，如果我们国内再管，自然而然 就断了嘛，好像我们原来跟美国一样。今年6月に中国とインドの国境地帯で発生した軍事衝突で、両国の関係が悪化しました。その影響でインド政府は中国製アプリの使用などを禁止、連絡や一部の決済手段としても使っていたため、インドの業者との連絡に支障が生じ、唐辛子が手に入りにくくなっているといいます。こうした中、中国では来年から5年間の発展計画で国内大循環を優先することを明記。内需拡大と自立した経済を目指すもので、食料の安定供給に向けた農産品の国産化を促す可能性があります。こうした流れに注目している日本企業も、10月に湖南省のある企業を訪れたのは三井物産の菅野さんです。三井物産は今年6月、中国で新たな野菜の種子を開発商品化する証券への出資を決定。唐辛子の種子では中国最大のシェアを誇り、創業から30年余りでおよそ200もの新たな種子を商品化した会社です。这个棚里呢就是我们的一些实验了，实验的品种现在都还没定型的，就是要摘下来，你到时候成熟以后要来观察。火锅的这个辣椒原料就是中国制造了。研究所には国家重点計画との表示が、国家戦略との位置づけです。这个脆，又嫩，有点辣味，很香啊。对。こちらの研究施設では、種子を何通りにも掛け合わせ、辛さや香りを追求。辛さの強い品種開発も急ピッチで進んでいます。
その唐辛子を食べてみると、かなり口の中に刺激が充満します、してます。三井物産は知的財産に注意しながら、日本などで取り扱う野菜の種子を証券に持ち込み、その開発力や販売網を通じて巨大な中国市場の開拓に乗り出します。中国もですね、やっぱりその量もさることながら質の面でもやはりニーズがすごく大きくなってきている。でそんな中で、いろんな新しいものを開発して国産化していこうという動きはまさに起こってくると思います。世界の野菜の半分が中国で、作られたり消費されたりしている。でそんな中でも、この唐辛子というのは実は作付け面積ベースでいきますとですね、中国最大の野菜になります。唐辛子に限らず、いろんな野菜の品種でもってこういうことにチャレンジしたい。さらに菅野さんはアフターコロナの下で経済の先行きが厳しい中、種子の企業に出資を決めた狙いを次のように強調します。新型コロナウイルスが流行って、まあ、これまでの人々のものの考え方だとか生活様式っていうのは大きく変化するだろうというふうに、思いました。したがってですね、会社全体としてもこれまでいろいろ検討してきた新しい事業とかもですね、一旦ホールドして、もう一回このアフターコロナの世界で本当に今まで置いてた前提が正しいのかっていうのを検証し直そうという活動、まあ、活動といいますか、そういう考え方に、切り替えました。ただそんな中でですね、これはまあアメリカなんかでもそのエッセンシャルインダストリーなんていう言われ方、言葉が出てきていましたけれども、やはり食料、食の世界でありますとか、医療の世界でもそうですけども、これはやっぱり人々に不可欠で、どんな状況であっても止めることができない産業。中国では新型コロナが深刻化した直後、工場の操業停止や物流の制限といった緊急措置を次々に発動。ただ食料の供給や医療などは人々の生活の維持にとって必要不可欠な分野として、例外的に事業運営の継続が認められました。こうした足元の事業リスクや将来の課題解決を意識したビジネスが求められているのです。今であれば世界的な人口の増加、生活水準の向上によるいわゆるその食料の、供給から、あと気候変動による、安定調達、安定供給という問題もあったりします。将来の課題であるとか需要というのを満たすような事業というのを我々進めていくべきだろうなということで、今三井物産の中では、食と農で、特にですね、このアグリサイエンスという領域に注力をしようといっていろんな活動を進めています。